斉藤元彦ブーム、立花隆の危険な正体。詳細は概要欄のソースより。立花氏が片山元副知事から聞いた、もらったとする情報や資料は全て嘘だった。立花氏は元副知事と面識が一切ない。自死した局長は10年で10人以上と不倫していた。性犯罪も犯した。わなんな根拠のない憶測だった。立花氏は証拠付きで説明したと主張するも、そのような事実は一切ない。仮に局長が不倫していたとしても、斉藤氏への内部告発とは全く関係がない話である。立花氏は県民局長が自死した理由を不倫や性犯罪を苦にしたものとしているが、遺書には意思を持って抗議をする旨が記載されており、事実と全く異なる。立花氏は斉藤氏のパワハラやおねだりはなかったと主張しているが、斉藤氏本人は非を認めて県職員に謝罪をしており、事実と全く異なる。葬式時旧統一協会も斉藤氏を熱烈に支持解散。これウェブ雑誌かなんかの会社なん。記事、ようやく斉藤を支持する立花ってなんか感じ悪いよね。何の根拠も出さず妄想垂れ流しの記者のお前の方が感じ悪いわ。マスコミが正しい、ネットは嘘。マグマグってまだあるんだ。なんでそんなところで統合してるの。この記事見て考え変えるやつおるんかな。実施した局長が問題児だった証拠はどんどん出てきてるからね。このアホ記事書いたやつは明確な名誉毀損な。東山ドレミってなんだよ。どこれは匿名で書き逃げできることじゃないんだよ。正々堂々と実名を明かして書け。こいつの拠り所があのベレジで草。わいは家族全員期日前投票で稲村に入れたったわ。わらはい、すでにプラス5票や。どこのクソ無名な木梨裏の落書きだよ。わら、立花にそこまでの力はねえよ。わらわらわら、俺も立花の支持者ではあるがな、これはマスゴミと左翼への不信が招いた結果でしかない。何の根拠もなしに一人の有能な市長を貶めた末路。逆張りするバカって絶対いるよね。わらわらわら、日刊ヒュンダイ、リテラ、マグマグは赤の味ビラソースの勝ちなし。斉藤再選になれば兵庫県民の民度が知れるな。ソースが左翼の創作記事。わら、怪しい YouTube の内容が入ってるやん。NHK を潰す約束すら守れない詐欺師を始末すべき。周回遅れも甚だしいニュースだな。しば期待の仲間かな。でま拡散お疲れ様。ワイは斉藤に入れたで。維新と統一協会の力でどこまで票を伸ばせるか大変興味深い。成功したら宅建で石丸知事も可能だからな。そうでちか。稲村和美の実績、個人情報、 USB メモリー紛失、事件保守、退職金を5倍にして尼崎市長、議員1期目約471万円、2期目約2260万円、3期目約2260万円、契約4991万円、尼崎朝鮮初中級学校に在学する家庭への補助金を、年5万円から年 8.5 万円まで 70% 増額。斉藤元彦の実績、自身の給与と退職金をカット、高級公用車センチュリーを廃止、5年間で300億円を県立学校に投資、高校生の海外留学と女性の不妊治療の支援、1000億の県庁舎建て替え費を500億に下げる、残りの500億をさらに小中高のエアコン設置などに回す。その際、朝鮮学校に限らずインターナショナルスクールも含む、県職員 OB65 歳以下の天下りも廃止、全国一多い海外事務所公安利権の見直し、30年間赤字続きだった兵庫県の貯金が130億の黒字化。この財源で県立大学の授業料無償化と奨学金支援開始。兵庫県に帰省するゴミどもがクーデターを起こすわけだわ。尼崎はとんだクズじゃねえか。稲村のカンナ見つぶしも入れておけよ。こいつが当選したら福原潰されるぞ。それはない。俺決めた、立花に入れる。泉房穂の妻が関係する子供食堂云々で話題に上がってたのって尼崎市。稲村和美、外国人参政権賛成派、 USB 紛失させて情報流出させる、尼崎市長時代に自身の退職金を471万円から2260万円に増額。稲村和美氏、尼崎市長時代1号目退職金471万円、2期目退職金2260万円、2期目退職金2260万円。退職金を上げたのに幼稚園を削る斉藤のデマを支持して、自身へのデマは許さない。稲村の応援演説者もデマ飛ばす。稲村の応援弁士が腕章つけない、公職選挙法違反、尼崎小児少女自殺問題の時に第三者委員会の設置までに5ヶ月もかけ、遺族の情報を勝手に公開して遺族に抗議される。マグマグソースって、もうここも終わりだな。しばき対応つべをソースに斉藤叩きすれを立てるような高尚な行いをすべきだよな。本当にクソみてえな、ソースのクソすれ多すぎるわ。